それから第4点目でありますけれども、まあ、令和2年度の国民保護共同実動訓練の実施ということであります。まあ、内閣官房消防庁、まあ、国とですね、富山県砺波市が共同して実施する国民保護実動訓練の概要を、まあ、次の通り、まあ、決定したということでございます。まあ、10月29日の午後であります。から実施の場所ですけれども、富山県の西部体育センター及び同周辺、から想定は、まあ、ここに書いてありますように、まあ、県西部体育センターで化学剤の散布テロが発生して多数の負傷者が発生する、まあ、等々の想定でですね、まあ、人質を取って立てこもるといったような事態を想定している。で、主な訓練項目はここに書いてある通りでございます。から参加期間はですね、約40期間で約300人の訓練参加を予定いたしております。ということで、私からの説明は以上であります。